越後屋平助は甥である。六兵衛の死に不審を抱き、自らの身をいずこかへ隠すつもりであることが明らかとなる。しかしながら切れ者と名高い平助である。誠のところは定かではない。その思惑を確かめるべく今しばらくは泳がせ、その動向を探ることとなった。まったく六兵衛め、足らぬ足らぬとは思っておったが、よもやここまで足らぬとは。ゴータの影め、なんじゃ。あれ、この世ばっか。待て、待て、何奴だ。誰かいるのか。
確か、あの方角は港町。さすが悪の親玉というところかい。でもちょっとばかり遅かったようだね。